はい、皆さん、こんばんは。ハリウッドスターを目指す男、アレクサです。316名のファミリーの皆さん、本当に皆さんいつもありがとうございます。今日ですね、特にテーマも決めてなく、ふと動画を回したんですけど、今決めました。ホームレスの時にしんどかった、こと、ランキング3、今日行きたいと思います。1番から決めた方がいいですね。ちょっと10秒時間ください。すいません。はい、行きましょう。じゃあまず、第3位が、やっぱ YouTubeをホームレスの時にもやってたので、まあ、なんいやこんな、ね、弱小チャンネルで絶対パパとママにはバレないと思ってたんですけど、なんかこう風の噂というか、それでお前今どこに住んでんのみたいな、一瞬バレかけたっていうのがすごい。その時は22、23とかだったんで、恥ずかしいし、やべって思って辛かったなっていうのが、まず、一つというか、第3位です。で、第2位。湿気。夏の、いや、秋ぐらいから夏まで経験してるんで、まあ、割と寒いとこから暑いところ経験してるんですけど、湿気がもう、やばかったです。今とか、まあ、本当にいろんな方からのご縁で、こういったお家に住めてるんですけど、朝起きたらシャワー浴びれるじゃないですか。ホームレスって浴びれないんですよ。浴びれるとしても、早朝の公園です。日中とかで、なんかこう、ひげ面で汚いやつが公園でこう水浴びしてたら、さすがに通報されるんで、僕もそこは、まだ理性はありました。なんで、早朝ですね。もう一番大変なのは、子供たちが小学校通勤する時とかに、学校の先生もしくは、父兄の方に、作ったりとかして変な噂になると、ホームレスって、まあ僕は割と移動してた方なんですけど、基本的に定住地を持つんですよ。いわゆる荷物を保管する場所がないんで、よく街で見ません？ゴミ袋をたくさん荷物持ってる人。あれって僕やって分かったんですよ。だって置く場所ないもん。家だったらこうやってね、このアメリカのフラッグとか、この T シャツとかフリースとか置ける場所があるじゃないですか。ホームレスって置く場所がないんで、ずーっと持ち歩かなくちゃいけないんで、荷物って増えていくんですよ、断捨離しない限り。これ僕本当にやって思いました。で、ちょっと話またすいません、それたんですけど、一旦戻しますね。はい、今戻りました。で、第2位が湿気ですね。とにかく汗めっちゃダックダックで、一応ちょっと夜寒いから寝袋で寝るんですけど、起きたらもう湿気でもうベトベト。でもシャワー浴びたいけど、うわちょっと寝過ごして8時。子供たちの通学。人目に映ってしまう。まずい。シャワー浴びれない。っていう日が結構ありました。銭湯に行くお金とかないですからね。ちょっと整理しますよ。第3位が親にバレかけたこと。ホームレスしてるの。第2位。湿気。第1位、
今思ったらホームレスまだちょっと余裕があった時、エニータイムフィットネス契約して、あれ24時間使えるじゃないですか。シャワー浴びてましたね。でストレッチコーナーがあるんですけど、そこでこうストレッチすると見せかけて寝てたのがバレて出禁になったのを思い出しました。ちなみに福岡県福岡市、博多区の中洲の一蘭の前、ファミマの上かなにあるエニータイムフィットネス使ってました。そこ出禁になりましたね。あそこ面白くて、やっぱり場所的に中洲の繁華街の一番まあ端っこではあるんですけど、あそこなんで夜のキャバ嬢であったりホスト系の人がよく来てましたね。そこに混じって僕はエニータイムフィットネスでシャワーを浴びてましたね。1位なんだろう、ちょっと1位考えていいですか、もう一回。なんかでも YouTube やってたんでなんだかんだ面白かったんですよね。こう配信できるから、こう皆さんにこうと会話じゃないけど、まあね、お会いできるわけじゃないですか。それがなんかすごい心強かったというか、ホームレスしながらも楽しかった記憶がありました。いや、まさに1位はこれホームレス関係ないかもしれないですけど、この時借金がやっぱあったんですよね。アコムアイフル借金があったんで、その返済がきつかったですね。その時が佐川急便の積み荷のアルバイトをしてて、もう毎回前払い、派遣会社から前払いしてもらってアコムアイフルに行く、よっしゃお金だーっていうのも束の間で、もう現金もらったらすぐ、いわゆるアコムアイフルのあの ATM の機械で入金でしたね。で当時箱崎のドンキ、福岡県福岡市に箱崎ってあるんですか、箱崎のドンキのおむすび25円と、おむすび25円を3個ぐらいとパン食べてた記憶がありますね。あと本当、多分信じてもらえないと思うんですけど、本当に返済するためにホームレスやってたんで、マジで昼ご飯とかうまい棒食べてました。うまい棒で10、あった。一番大変だったのこれ、ね、そこって思うかもしれないですけど、携帯の充電、携帯の充電思い出した。でよくやったのがコインランドリーにコンセントがあるところで充電と、コインパーキング、コインパーキングのあるんですよ、コンセントがこうカバーがついてて、コンセント、そこにあれです、高速チャージャーを刺して日中仕事して帰ってきてを繰り返しました。充電器を刺して出勤する、帰ってきて満タンなチャージャーを取って夜携帯をいじってこうやって YouTube アップする。で一番、うわこれ出したらもう、これやりだしたらもう本当に俺も終わりだなっていうか、やばいなって思ったのが、絶対しちゃダメだし、まあもう時効だと思うんですけど、よくある居酒屋の外看板あるじゃないですか、居酒屋の外看板、あれを、まあ、営業中光を街灯としてつけるじゃないですか、あの名前があって居酒屋なんとかオープンみたいなこう街灯があると思うんですよ。あれって当たり前なんですけど、コンセントで電気つないでるんですよね。であれを本当にダメだと思うんですけど、引っこ抜いて充電器を刺してましたね。絶対ダメですよね。今思うとちょっと結構まずいことしてたなと思うんですけど、一番困ったのは充電だわ。コインランドリーに行くって言っても充電してる間待っとかないといけないですからね。あれが苦でしたね、時間とか。しかもあれ溜まりがめちゃくちゃ悪かったの思い出しましたね今。
ちょっと振り返りますよ。ホームレスをしてる時にきつかったこと。3位。きつかったランキング第3位。親にホームレスをしてることがバレかけたこと。第2位。湿気。もう体、もうベトベトでもシャワーすぐ浴びれない。で、浴びたいけど早朝に浴びないと、通報される。あともう一個。早朝に浴びると寒い。で、最後、第1位が充電。携帯の充電。これです。すいません、僕編集しないんで、すごい、すごい伝わりづらい内容になったのかもしれないですけど、これでした。では、明日も早いんで寝ます。以上、ハリウッドスターを目指す男、アレクサがお送りしました。それでは皆さん、失礼します。お会いしましょう。